こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語教科書、言葉とは何か、言葉は物の名前ではないのあらすじ解説、漢字確認をやっていきたいと思います。みんな言葉っていうのは物に付けられた名前だと思ってるよね。人間がその物に名前を付ける前にもその物は存在していた。例えばモコモコした動物は最初から存在していて、それに人間が羊という名前を付けた。他にもね、友達と一緒に遊んでいるとき楽しいよね。で、その楽しいっていう気持ちは、楽しいっていう言葉がつく前にすでに存在していて、そこに楽しいっていう名前を付けた。他にもね、物の動作だって同じ。人間が速いスピードで足を動かしてかけていくときの様子を、走るという名前を付けて表した。こういうふうにね、動物にせよ、感情にせよ、動作にしても、人間がそれに名前を付けるか付けないか、それに関係なく、その前からそこに存在しているもの、そしてそのものに名前を付けたのが言葉。こういうふうにみんな考えていると思うけど、実はね、それは違うんですよっていうのが今回のお話。言葉はものに付けられた名前ではない。ものは名前が付けられる前から存在していたのではなく、名前が付けられて初めてそこに存在できるようになった。今回の話はそういうお話。これ聞いたらね、って思うよね。ちょっとみんなの常識とは違う考え方。でもね、この考え方は現代の言語学において言葉を研究している人たちの多くがこの考え方を持っている。なので今回の授業ではそれは一体どういうことなのか、どういう考え方なのかっていうことを解説していきたいと思います。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが表示されます。その中に他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。昔からの伝統的な言語観、言葉の見方によると、言葉とは物の名前だった。これはみんなの常識と同じ。物っていうのは人間がそれに名前を付けようが付けまいが、最初からそこに存在していた。そこに人間が勝手に名前を付けた。当てはめた、こういう考え方ね。例えば聖書の中にもこういうお話がある。人間の前に動物が連れてこられて、それに人間が勝手に名前を付けた。この動物は牛、次の動物は馬、その次の動物は犬。こういうふうにね、まず最初に名前が付いていない動物が存在して、そこに人間が名前を付けていった。こういうふうに人間の都合でいろいろと名前を付けていったわけだから、そのものと名前は必然性があってつながっているわけではない。必ずその名前でなければならないっていうことはない。よって物の呼び方は、名前は国によって違う。言語、共同体ごとに自由に付けられている。例えば日本語では犬って呼んでいる動物のことを英語ではドッグって言うし、中国語ではゴー、こういうふうに言うけど、これはね、別にどの名前が正しいかっていうことはない。もともと犬っていうのは人間が名前をつける前から存在していたものだから、それに人間が何という名前をつけようが、それは人間の勝手。どの呼び方が正しいっていうことはない。こういう考え方を聞いたらみんな、それは合ってるんじゃないかな。こういうふうに思うと思います。でもね、スイスの言語学者であるソシュールは、この考え方を間違っているとした。どこが間違っているか。人間が何かのものに名前を付ける前に、そのものはすでにあった、すでに存在していたっていう考え方。これが間違っていると主張している。ソシュールはね、こういうものの名前が付く前からそのものは存在していて、そこに人間が名前を当てはめていった、名前を付けていった、こういう言葉の見方、言語観のことを、名称目録的言語観、こういうふうに名付けた。名称目録っていうのはカタログのこと。みんなカタログを見てみると、そこには商品の写真とその下に名前が載っているよね。こういうふうに物と名前が一対一の関係で並べられていっている様子を名称目録的言語観、こういうふうにソシュールは呼んだ。でもね、こういう見方は間違っているとソシュールや今回の文章を書いた作者内田達さんは考えている。
例えばね、羊を例に考えてみようか。羊をフランス語で言うとムートン、こういうふうに言うんだけど、英語ではこのムートンに対応する言葉はない。英語の中では生きている羊のことをシープ、こういうふうに言って、テーブルの上に置かれる食べる羊肉のことをマトンと呼ぶ。こういうふうに英語では羊をその状態によってシープとマトンっていうふうに分けているんだけど、フランス語の中ではそういった分けられ方はされていない。すべてを含んでムートン、こういうふうに名付けられている。とすると、英語の中ではフランス語で表されているムートンという概念、考え方はないということになる。フランス語で言うムートンという存在が英語の中には存在していない。反対にフランス語を話す人から見てみれば、英語みたいに羊をシープとマトンっていうふうに分けていないから、羊が生きている状態と食べ物となった状態で別の存在だっていう概念、考え方はない。これはね、日本語と英語の中でも起きること。例えば、英語にデビルフィッシュという言葉がある。このデビルフィッシュ、悪魔の魚が意味しているものはタコとエイ。この二つを合わせてデビルフィッシュと呼ぶ。でもね、日本語の中にはこの言葉に相当する言葉はないよね。でもね、英語を話す人にとっては、このデビルフィッシュっていうのは確かに存在しているものとして考えられる。不愉快で関わり合いを持ちたくない忌まわしい生物という一つの概念で、このデビルフィッシュっていう言葉が作られている。でもね、日本語の中にはそういったタコとエイを包み込むような言葉がないから、日本語を話す人にとってはそこに一つの存在があるというふうには見えない。日本語を話す人にとってはその動物は概念化することができない奇妙な機械な生物っていうことになる。他にもね、こういう例があるよ。英語でセベロって言葉があるけど、この言葉を日本語に直すとき、なんて訳す？いくつかの、こういうふうに訳すかもしれないけど、じゃあそのいくつかっていくつぐらいか、こういうふうに聞かれたらね、日本語を話す人にとってはだいたい5か6ぐらいかな、こういうイメージがあると思います。まあ確かに5か6ぐらいを意味するときもあるんだけど、この英語のセベロが意味する意味はもっと奥が深い。日本語にはない意味の幅を持っている。それをソシュールは価値っていうふうに呼んでいるんだけど、意味に厚みとか奥行きがあるっていうこと。例えば several years って数年っていうふうに日本語では訳されるけど、実際には英語では2年から十数年の幅がある。英語の several は2を意味するときもあれば10を超えるときもあるんだね。日本語の中には2から10を超える数までを一括りにした、一つにまとめた言葉っていうのはない。だからこちらにも日本語にはない概念、日本語の中には存在していない概念、考え方ってことになる。じゃあね、実際にセベロってものがこの世の中にあるのかないのか、存在するのか存在しないのかというと、それはその言語を話す人にとっては存在しているし、その言語を話さない人には存在しない。こういうふうに言うしかない。だからね、こういうふうに見ていくと、物っていうのは名前を付けられる前から存在している。こういうふうには言えなくなってくる。ある一つの形をした固定された物っていうのは、名前が付けられる前は存在していない。もともとあるものではなくて、その物に名前が付けられた瞬間に誕生する。言葉と物は同時に誕生するものだってことが分かったと思います。つまりね、先ほどのセブローだったら2から10いくつかっていうのを切り取ったよね。いろいろ数がある中でそこの部分だけを切り取った。その瞬間にそのものが誕生した。その意味の中にピタリと一致するものが誕生した。こういうふうに呼ぶことができる。つまり言葉っていうのはその言葉と隣接する言葉との差異によって、違いによってその内容、意味が決まってくる。例えば2年から十数年を意味する several years の周辺には隣接している言葉として one year とか decades、 つまり数十年を意味する言葉がある。そういった言葉との差異によって、違いによって several years の意味っていうのは決められている。これは先ほどのシープとマトンの関係も同じ。シープに隣接する言葉として、近い言葉としてマトンという言葉がある。それによってお互いの意味が決められる。シープは生きている羊で、
マトンは食肉用の食べる羊。こういうふうに意味がそれぞれ決まってくるわけ。こういうふうにね、みんなの周りに広がっているものっていうのは、そこに名前が付けられる前は、その存在っていうのはまだ確定していない。そこに人間が名前を付けることによって、切り目を入れていく。他の存在と違いを出す輪郭線を描くことによって、その存在っていうのを作り出しているわけ。これは、例えば夜空に見える星座も同じ。二人並んで同じ場所から星を見ていたとしても、一人はオリオン座がどんなものか知っている。だからそこにオリオン座を見ることができる。でももう一方の人はそのオリオン座がどんなものか知らない。だからその人にとってはそこに並んでいるのはただの星。バラバラに星が並んでいるようにしか見えない。このことが言葉の本質を表している。オリオン座っていうのは、星座っていうのは最初からそこに存在しているのか。存在していないよね。星がバラバラに夜空に並んでいるだけ。でも人間がそこに名前を付けることによって、混沌とした状態のものに、いろいろなものが混じり合ってるその状態に、名前を付けることによって、まとまりを出す。切れ目を入れて、そのものに意味を付けることによって、そこにある存在を作り出すっていうこと。これがね、名前を付けるっていう言語活動。もともとあるものに対して、名前を付けるのではない。この世界っていうのは人間が名前を付ける前は非定型的、まとまらない、ぼんやりとした状態でしかない。その世界を切り分ける作業、それが言語活動だったわけ。そうして名前を付けることによって初めて人間はそのものを認識することができるようになる。名前が付くことで初めてある観念が、ある見方が私たちの中で生まれる。頭の中にそれが存在するようになってくるわけ。これが現代の言語論、言葉とは何かの答えなんだね。どうですか？今回の授業分かりましたか？みんなの常識が覆されるような話だったんじゃないかなと思います。もう一回今回の話を読んで、言葉とは何かということを考えてみてください。それでは今回の授業をこれで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って授業動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。